はいどうも、レンです。さあ、今日もポケモンカード開封やっていきましょうというところで本日こちらですね。今日持っていったんですけれども、実はさっきの動画の、後に撮って2本目でございます。相変わらずですね、おなじみのマットは洗濯中干されておりますというところでですね、さっきの動画で当たりましたデデンデ GX、そしてカッコゲコ V を飾らせていただいております。今回はですね、こちら、秋葉原のラジオ会館の、1階にあるカードラボさんかなの、1200円オリパ、ガチャの1200円オリパですね、自販機オリパを、全部で9口購入をしてあります。なんでね、9口かっていうと、売り切れまでからせてきたわけなんですけれども、バカバカね、前の方が結構開けていて、途中でやめていかれたんで、もう少しかなと思って、売り切れまでとりあえず回してみようかと思って、結構ね、吸い込まれることを覚悟していったんですけれども、無事9口で売り切れになったというところで、こちら開封していきたいと思います。ただですね、一個困ったことがありまして、カバンに入れておかれたいんですね、ラストワンがどれだかわかんなくなってしまったということで、順番に開けていって、もしかしたらこれラストワンじゃねみたいなのが出てくるかもしれないんで、その時はご容赦いただければと思います。当たりはこの辺に出しておきたいと思います。はい、そしたら9口順番に開けていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。はい、ということで、開けていきたいと思います。いやね、マットがないだけで、だいぶ殺風景で、ちょっとね、寂しいんで、ちょっと次の動画ぐらいからは、ちゃんとね、マットも確保しておきたいところでございますけれども、開けていきたいと思います。これ、どういう感じで入ってるんだろうな。はい、ゼラオラ。なんか、外れでもね、SR 以上という形になっているみたいなんで、1200円ならいいかなというふうに思ってます。ので、こちら、はい、ラプラス V ですね。ラプラス V の SSR。これ色違い持ってたかな、ラブラス。わかんないですけど、持ってなければラッキーというようなところですかね。さあ、これは、こっち側、そうですね。はい、ゼラオラ、エースバーン。はい、そして、2パック目が、こちら。あ、はい、陶器でございます。双璧のファイターでね、早くも、トレーナーの、そしてね、双璧のファイターの中でも外れ枠という、位置を確立なされました、陶器さんでございます。この間ね、ツイッターで陶器の加工の画像とかですね、なんか、この、なんですか、ここがこう、鏡合わせになってて、こう、シャ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 ってなってるやつがあったりしたんですけれども、本当ああいうの考える人、天才だなって僕は個人的に思います。ということで、はい、行きましょう。シビル、ドン、あ、ガラルタチフサグマ、そして、3組目が、こちら。あ、ラプラス V の色違いですね。ラプラス V とラプラス V に挟まれてるから、陶器はラプラス V に変わらないんでしょうかね。ちょっとオセロ理論みたいなところで、そんなないですね。さすがにね、しょうもない。毎回ね、毎回ポケモンカード関係ない話ばっかりするんで、本当にね、申し訳ありません。見ていただいてる方ね。でも正直ね、僕の動画毎回見ていただいてる方ってね、本当物好きな方ばっかりだと思いますんで、その辺ぐらいは、ご容赦いただけるんじゃないかと思っております。ということで、4発目がこちら。はい、うぐいですね。なるほど。これはなかなか渋いですね。ラストワンが何かだったらいいんですが、最後の1枚も微妙だと、正直ね、自販機のオリパってこう何個も横並びであるんで、その列にいいカードが入ってるとは限らないんですよね。だから、はい、あ、マスタード連撃の方ですね。だから、この何ていうんですかね、中あたりみたいなところを引きつつでいかないと、今回のあたり正直1200円で、10口から15口ぐらいかな、残ってるのって思ってたんで。そうすると2万円近くかかるというところで、今回のあたりだとリザードン VMAX だったりとか出てくれないとしんどいみたいなところで、結構賭けではあったんですけど、せっかくね、売り切れにできる機会だったんで開けてきております。ということで、6口目がこちら。はい、ネクロズマ V ですね。なるほど。これは結構きついっすね。いやー、大丈夫かな。これ、リザードン VMAX は個人的にえ、ちょっと待って。これ、やっちゃったな、これ。はい。おほうほうほう。なるほどね。これは割と、いいですよ。僕はこういうの好きですよ、結構。モスの雪はみということでね。いいですね。水のね、デッキとか作るのに、モスの全部色違いにしたら結構やんちゃですよね。レアリティ上げるにはちょうどいいかなと。これどっちが2枚だ。ちょっとごめんなさいね。金色の見えたけど、ごめんなさい。ちょっと見えなかったことにしてください。はい。行きましょう。はい。これラストワンかな。ちょっとごめん。取っとこうかな。今のちょっとラストだったかもしれないですね。ちょっと取っておきましょうか。その次に開けるような感じにしましょう。はい、そしてジュラルドン。ジュラルドンって僕ずっとジェラルドンだと思ってたんですよ。で、カードらしさんでずっとジェラルドン調べよう、ジェラルドン調べようと思って、ネットで検索したら全く出なくて、おかしいと思って、検索だったんで、ラルドンで調べたら、まさかのジュラルドンだったっていう。まあ、どうでもいいんですけど、まあ、ポケモンってそういうの結構あるじゃないですか。ファイアーだと思ったらファイヤーだったとか、アーマーガーだと思ったらアーマーガーだったとか、まあ、そういうね、間違いあるんですけれども、まあ、子供が間違えてる分にはいいんですけどね、大人でもずっと間違えてるとね、ちょっと恥ずかしいだけなんで、間違ってるなと思ったら、言ってください。まあね、僕の場合、滑舌も悪いんで、滑舌悪くてですね、言い間違えてるとかね、あったら、それも指摘してもらえるとありがたいかなと思いますけれども、そのコメントには滑舌ですって返させていただきます。ということで、いきましょう。8口目。8口目がこちら。はい。大木の葉カフェのセッティングですね。これは管轄外だな。いいカードなんだろうか。ちょっと見たことないですけど、ですが、女の子のサポートではなくて、まあ、男だし、しかもおじさんのサポートなんで、正直どうかはわかりません。ということで、先ほど、ちょっと最後に回しましょうといった、でございます。ラスト9パック目いきたいと思います。さあこちら、おー、レベルボールだ。いいですね。レベルボールの、UR でございます。これはいいんじゃないでしょうか。でもまあそんなあれか。でも9パック買って、1200円なんで、1万800円ぐらいって考えると、ちょっとレベルボールだけじゃ足りないですね、やっぱりね。なんですけど、僕ね、ちょっとこのボールシリーズの UR ちょっと集めててですね、今、プレシャスボールと、あと、ネットボール、そしてね、今回レベルボールが入ったということで、あとはね、まあ、ちょっと、ボールの UR を集めようと思ったクイックボールっていうですね、ものすごい、化け物みたいな金額する UR があるんで、ちょっとあれなんですけれども、いつかね、こうね、僕の動画の、かなり初期の動画の頃に言ったんですよ。9連のスクリューダウンにですね、ボールをこう並べていらっしゃる、ツイッターの方がいてですね、いつかそんなのできるようになりたいな、なんていう風に最初の動画で言っていましたんでですね、着々と今揃えていってるようなところでございますのでですね、こちらもそのスクリューダウンめがけて、入れていきたいかなという風に思っております。その他のね、レアはいまいち鳴かず飛ばず、そして大木戸博士のセッティングがどれくらいするか、この後動画終わったら調べたいと思いますけれども、こちらね、まあ皆さんはどう思ったでしょうか。売り切れまで待っていくとこんな感じですね。まあ、なんで最初から行くと結構しんどいのかなと思うんで、まあ、皆さんね、ぜひ自販機の売り場だったりするのは買い時と気をつけていただければと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。あ、そういえば僕の売り場の方もできればですね、チェックしていただければと思います。概要欄に Twitter 貼ってありますので、そちらからですね、固定ツイートを見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。チャンネル登録して高評価もお待ちしておりますので、ぜひぜひ。お待ちしております。お待ちしております。2回言うかな。まあいいや。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。